日本が誇る宇宙ベンチャー企業5選、各社の事業内容や強みをご紹介。こんにちは、世界の最新宇宙情報を発信する宇宙ビジネスチャンネル編集長のいのっちです。今回の動画では、国内で宇宙ビジネスを展開するベンチャー企業5社をご紹介します。世界的にも注目を集める企業をいのっちなりに厳選してみましたので、ぜひ動画の最後までご視聴くださいね。皆さんご周知の通り、近年世界規模で宇宙関連ビジネス市場が成長をしているんですが、それは日本国内においても同じ状況でして、今後30年間で世界市場と同様の成長率で伸びていくと言われています。世界の宇宙ビジネスの市場規模は現在40兆円ほどなのですが、20年後には100兆円に達すると推測されているんです。皆さんは現在日本にどれだけの数の宇宙ベンチャー企業があるかご存知でしょうか？実は少し前まではわずか10社程度だったんですが、ここ5年程度で爆発的に増えていて、今では50社以上の企業があるんです。ちなみにアメリカには日本の100倍の数、5000社を超える宇宙関連企業があるんだとか。恐ろしい数ですね。宇宙関連ビジネスがここまで成長している理由は大きく分けると2つほどあるんです。1つ目は民間での開発が緩和されたことです。これまでの宇宙開発は莫大なコストや国家安全上の問題で、国主導のもと限られた数の大手企業が競い合う構図だったんです。しかし2005年にアメリカ政府が政策変更を行い、2010年には政府の宇宙技術やインフラが商業利用できるようになったんです。そしてその結果、莫大なコストをベンチャーキャピタルなどで賄い、独自の開発を行う民間企業が増えているわけなんです。そして2つ目の理由は、地球からの移住が現実的になってきたからです。国内の宇宙研究センターによると、2025年から2035年には宇宙に食料や居住場所などのインフラを整備予定なんだとか。すでに民間人の宇宙旅行も続々と実現していて、アメリカではすでに4社が宇宙旅行サービスを展開しています。日本でも前澤友作さんが2021年に宇宙旅行に行かれたことで大きな話題になりましたよね。NASA も2024年から宇宙ステーションの開発予定を発表しているので、近い将来宇宙へ移住することもきっと可能になるはずです。はい、前置きはここまでにさせていただき、本題に入っていきましょう。ここからはいのっちが厳選した国内宇宙ベンチャー企業を1社ずつご紹介していきますね。まず1社目は株式会社アストロスケールです。株式会社アストロスケールは宇宙ゴミ除去ビジネスを行っている世界で唯一のベンチャー企業なんです。2013年の創業以来、将来の世代の利益のための安全で持続可能な宇宙開発をビジョンに、宇宙ゴミ除去に関するサービスのほか、小型衛星の開発・製造などの宇宙事業を行っています。宇宙ゴミ除去ビジネスとは一体何なんだ？という方に簡単に説明させていただきますが、宇宙にはスペースデブリと呼ばれる宇宙ゴミがたくさんあるんです。スペースデブリの中には運用を終えたり故障したりした人工衛星やロケットの部品、そして爆発や衝突により発生した破片まで様々な種類があります。これらのゴミを放置しておくと、今後のロケットや衛星の打ち上げ時に妨げとなる恐れがあるので、その課題に対して取り組んでいるのがこのアストロスケール社なんです。最近では2021年から2022年にかけて、スペースデブリ回収実証衛星エルサディの打ち上げに成功し、その成果は世界的にも注目を集めました。現在は英国宇宙庁からの支援のもと、役目を終えたイギリスの衛星2機の除去を目指しているんだとか。今後の事業展開にも注目していきたいですね。続いて2社目は株式会社アイスペースです。株式会社アイスペースは2024年に行われる NASA のアルテミス計画にも選定されている月の宇宙資源活用を行っているベンチャー企業です。民間の月面探査レース Google ルナー X プライズで日本チームハクトを率いた袴田武史氏が創業したこちらのアイスペース社のビジョンは、人類の生活圏を宇宙に広げ持続性のある世界を目指すこと。昨年時点で総調達額が約210億円に達したことでも大きな話題となりましたが、現在は地球と月を一つのエコシステムとする世界の構築に向け、月への輸送サービスを目的としたプラットフォームの構築や、民間企業が月でビジネスを行うためのサポートなどを行っています。2040年に1000人が住み、年間1万人が月を訪れる。
そんな未来を実現すべく事業を展開する iSpace 社には期待が高まりますね。さあ続きまして3社目はインターステラテクノロジーズ株式会社です。堀江門こと堀江貴文氏が立ち上げにも携わったことで知られているインターステラテクノロジーズ社ですが、創業は2013年で北海道の大樹町に本社があります。低価格で便利な選ばれるロケットをミッションに掲げ、小型ロケットの独自開発とその発射に取り組まれています。事業の主軸となるロケットの名前はモモとゼロって言うんですが、モモの方は宇宙空間での科学実験や観測などを行うことを主な目的としている観測ロケットです。モモシリーズは国内民間で唯一宇宙空間に行けるロケットでして、宇宙空間への荷物の運び出しと回収にも成功しているんです。そしてゼロの方は軌道投入ロケットという種類でして、こちらは100キロまでの超小型衛星を宇宙に運ぶためのロケットになります。ゼロは2023年頃までの打ち上げを目指して現在絶賛開発中でして、こちらが完成すれば今までよりもかなり低コストで衛星の打ち上げが可能になります。どれぐらい低コストになるのかというと、これまで政府主導で開発されてきたロケットで1回の打ち上げにかかる費用は約100億円と言われているのですが、ゼロは6億円以下を目標としているんです。現在の費用の9割以上安くなるというかなり革新的なサービスになるので、今後の進捗が気になりますね。宇宙ビジネスチャンネルでも随時取り上げていく予定です。はい、続きまして4社目は株式会社アクセルスペースです。株式会社アクセルスペースは2008年に創業し、超小型衛星の開発から打ち上げ運用までをトータルに展開する東大初のベンチャー企業です。宇宙を普通の場所にをビジョンに掲げて、防災や保険、金融などリアルタイム情報を必要とする企業への衛星データの提供を行っています。2021年3月までに合計5機の衛星の打ち上げに成功していて、2022年末までには衛星を新たに4機打ち上げ、現行の5機体制から23年以降は9機体制での運用を開始予定とのこと。アクセルスペース社の小型人工衛星は地上 600km の上空から地球上を日常的に監視することができるので、広範囲で異常事態を検知することができるんです。今までに技術経営イノベーション大賞や総務大臣賞といった賞も受賞していて、世界的にも注目を集める企業の一つなんです。さあ最後の5社目はペプチドリーム株式会社です。ペプチドリーム株式会社は東大初のバイオベンチャー企業で、主に医薬品の研究開発を行っています。一見宇宙とは関係ないように聞こえますが、実はこのペプチドリーム社は宇宙でも研究開発を行っているんです。なぜ宇宙で医薬品の研究開発を行うかというと、宇宙の無重力環境下だと様々な物質の分析が簡単になるんです。ペプチドリーム社はその中でもタンパク質の研究に力を入れていて、今では JAXA とパートナーシップ契約をして国際宇宙ステーション希望でがんや糖尿病など幅広い病に関わるタンパク質の研究開発を進めているんです。今後の発展に期待が高まりますね。いかがでしたでしょうか。宇宙ゴミ除去に取り組むアストロスケール社、月の宇宙資源活用を行う iSpace 社、小型ロケットを独自開発するインターステラテクノロジーズ社、超小型衛星の開発打ち上げを行うアクセルスペース社、宇宙で医薬品を研究開発するペプチドリーム社と、同じ宇宙関連のビジネスといえどかなりバラエティが豊かですね。宇宙ビジネスのベースとなる考え方は宇宙×〇〇、つまり宇宙と異業種の掛け算による価値提供です。日本の宇宙ベンチャー企業はこの点において今回ご紹介したように先進的で魅力的な事例を数多く輩出しています。今後も日本の宇宙ベンチャー企業がどのように技術力を示していくのか楽しみですね。今回は以上です。世界の最新宇宙情報をいち早く知りたい方はぜひチャンネル登録をして新着動画をお待ちください。ありがとうございました。